やでもこれ素晴らしい。素晴らしい。じゃあとりあえず第1回 の大成功でしょ。大成功で、うん、間に合わない、もう買うの間に合わない、うん、あと2分。そのちゃんのふなけん塾を復習してボートレース当ててみよう。さあ、さっきですね、曽根さんの船剣塾を受けた後の動画です。はい、やりたいことだった。こう予想して、やっぱり、うん、こういう展開もあるよねっていう、今までやってきてなかった。寺田さん、やきもち焼いてるのとちゃいます。テラタス見てる？テラタス。先に曽根さんの企画が入っちゃうっていう。入っちゃった。でもなんかそれぞれからね、そうそう、いいとこだけ吸収して、ね、まあ2人、もう最終的には2人とも踏み台にして、うんうん、ボートレース界ナンバーワンの予想家をナンバーワンポーズお願いします。寺田さんと曽根さん試合決定。試合決定で。これは絶対言いたがり最近。ね、どっかでも聞いたような。来店チャンネルでよく言ってるから。すいません。自分でカットします。おもろ。自分でカットするの。あんたが一番輝いてるよって。わからへんの。バン太田。行こうか。はい、せっかく琵琶湖やったんで、確かにね、やっぱ女子を習ったし、はい、1号艇が逃げるかっていうのを見ていく。そうです。おー、しっかり復習当たり前よ。10回走った中で、はい、7回1着を取ってると。これさっきこう2人で挟んでこう説明するの将棋のあれみたいじゃなかったですか。じわじわ来ちゃった途中で。将棋のやつやん。買えなくなっちゃう。買えませんでしたっていう。船剣塾した結果、船剣買えなくなりました。買えませんでした。間に合わない、もう買うの。間に合わない。うん。あと2分。さあ、それでは1レース目からいっていきたいと思います。いや、なかったことにしとる。マジ使わんで。え？ダイジェストもダメ？うん、ダメなんだ。コート選手でも。今節確か調子良かったと思います。いいですね、はい。58% ですからね。一号艇高畑選手調子いい。三、うん、番大外回って飛んじゃう四差し。1-2-4-1-4-2まで。四頭はないかな。え、なんかいいんじゃないかな。結構納得した解明を。私は。大橋ルリカもついているようです。校長選手が顔を揃えました。結びの1番、結構本当に時間をかけて一生懸命考えため、インコースから1番2番3番ダッシュ、スタートがまず揃うこと前提だったよね。第12レース予選特選揃ってる。56は遅れてるか。3コースまずはいいスタートが一周の1枠、いいじゃん。もう6いらないんだから押し切っていく。1番の高畑です。うわ、2と1頭が全速まくっていくが、ここはまず押し切った。いやいや、高畑1番じゃん。まくっていった3番のインドが2番手ですが、すぐさまからちょっと3が怖いけど、ちょっと今2と1ちょっと接触したね。接戦後続2番5番6番でも一応さ、ある正常でした。大胆マーク。でも勝負目は一乗2だからね。そして4番の大橋、いけ、ここで2番手となりまして、3番手、山田あるよ。もっと興奮してよ。あんなに一生懸命考えたのに。2周大胆マーク。1番高畑から2が4番の大橋ルリカ、そして3番インド千秋からず、まだある。いやいやいや、詰めてきました。さあ、じわじわと接近して2番の平田沙耶香が最終周回4番手から、ちょっと遠いか。まります。平田今日前半戦もインド選手がちょっとからスタートで道中跳ねたりしないと厳しいかも。ああ、6、これ6がじゃ、いや、そして2番の平田がまだ4番手のまま最終回です。見事やん。4勝目巻き返し成功。1番高畑です。1番4番3番からずまもなくゴールです。先頭1番高畑式が5人、2番手4番の大橋ルディカ、3番手3番インド千秋、その後2番の平田、6番片岡、ここが当たったらよかったですよ。それ最後に5番の鈴木がゴールしました。以上、最終第12レース予選全部大体、まあ、1-2-4だけちょっと届かないんですけど、うん、以外大体1万円ぐらいになるんですよ。5000円分投資してるんで、1万円になったら、まあ、投資分が倍になる、はい。配分も上手。あ、ちょっと押した。14。4番人気なんだ。700円なんで。9000なんぼじゃない。ああ、届かんか。ギリ届かんぐらいか。でもまあ、プラスはプラスですね。おめでとう。
曽根さんもう一回ちょっと多分時間あると思うんで、曽根さんにこれを聞いてみようか。はい、すいません、お疲れ様でした。ライブ終わりで、ね、ライブ終わりで、すいません、はい、ちょっと無理言って。いや、全然嬉しいのしておる。琵琶湖の12レースを、いいっすね、いいっすね。買い目が後ろの、はい、書いてるやつになりますね。いいっすね。これどういうような展開で、1号艇の直近の実装の勝率を見たら、うん、7回は1着で、まあ、結構ね、1着が多いと、はい、はいはいはい、だったので、うん、まあ、これはもう1、2ゲー、だから1、2ゲーを決めた時点でね、はい、あと20分の1ね、はい、多分さっきやったレースは外から、うん、超ね、ちょっと日高さんがね、うん、握っていく展開だって、で、まあ、2はまあ、はい、血でついて、はい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 、どうなるかだけどね、うん、で、3号艇は結構もうまくりだ、まくり、うん、で、うん、で、4はもう、ああ、そうか、いいね、そうね、懐が空いたところね、ちょっとこう流れていくとね、はい、ここ空いてるからね、うん、はいはい、で、まあ、こう、まあ、どうかな、どっちか、どっちに行ったら、まあ、空いた方に入るから、うん、でも、1も6は切ってて、まあ、この辺は正直、7件に、そう、ちょっと絡んでないんだよね、そう、今日ね、一回日高さんの5が来たんですよ、ね、これ4コースだったんですよ、うん、そう、だから、今日11レース琵琶湖終わって、5と6は完全に来てなかった、うん、水面的にもなのか、うん、でもそれもやっぱ一日の流れがあるんで、うん、まあ、気にづらいのかなっていうね、はい、うん、で2と4は絡んでた、うん、たじゃん、よく絡んでた、今日追い風でよく絡んでた、まあ、4がまあ2着は結構多いして、うんうん、3号艇はこう大外から大外回って行って飛んでいくかなと思っても結構3着以内に残ってるような、あ、多いから、はい、あ、これか、はい、うん、ここに残す、いいね、いいね、あ、そう、いい、でもね、だからこれ3が攻めていくから、じゃあ2がいなくなって、じゃあ1、4、3が勝ってね、はい、はいはいはい、抜ける、あ、そうか、そう、まあ、例えばあるよね、この3が握っていくから、はい、2もちょっと抵抗じゃないけど、で、3がして、だから間に入っていくんだ、こう、そういう予想もある、はい、うん、まあいいね、だから分かりやすいよね、はい、刺してね、はい、刺して伸びた時を考えたら、見終わったのもなんか完璧じゃないかですからね、ここがもうちょっと前に行ったら完璧じゃない、はい、コーンフレークやないかい、5000円で、すごいね、計算できた、自分で買い、自分でやった自分で、あ、まあ一応こう、そうですね、一応相談しながら、相談しながら、じゃあちょっと結果をね、今から見てみましょうか、はい、なんかね、追い風的に見てちょっと追い風弱くなったなと思った、うん、ちょっと5がね、まあ、クリアさんだから、うん、そこを止めて、また4のね、大橋さんもね、全然足いいですからね、はい、さっき逃げたしね、はい、うん、おかげでさん、聞きたいね、またそうね、おかげで380万勝ったから、大橋さんまだ言って、まだ言って、まあ、6はくれたね、まあ、5が伸びるけどそこまでスタート、うん、わあ、大橋さんがスタートで止めた、うん、2がいった、真っ黒としてあーでもいったね、いったいったいった、それで4、バコン1、3かと思ったよね、1、3かと思いました、でも3がね、やっぱり向こうまで飛んだね、うん、ちょっと風が追い風なのか、でもやっぱ大橋さんの足がいいですよね、全体的にタイムね、大橋さんと印藤さんと大橋さんの方が良くて、ただやっぱりいいね、この宮崎のね宮崎の印藤さんがこれでもう体型は決まりましたね、だいたい、いや、これね、うまい買い方じゃない、だから1、2、4、1、4にここも2000円とかせずにね、こっちもすることでね、これが来てもだってね、だいたい倍になってるんだったら敵じゃない、そう、2が結構詰めたんですよね、そうそうそう、だから平田さんが高め安めもあるのに、なおかつ一番人気が来てもね、はい、プラスになるっていう、これは2の方がでかいってでも言ってたんですけど、うん、まあでも完璧じゃないですか、これだったら2に変わっても当たるし、まあまあこっちでもだけど、なんなら2抜けみたいなね、楽しみはある、2抜け、2抜けってずっと言ってたね、いやーすごいね、成長するね、早いね、速度が、嬉しい、これ怖いな、ここが、あーチャンスって思ったよ、ちょっとね、こうやって引っ掛けられたね、こうやってあれなのかな、すぐ踏み台にされて気づいた時にはなんかどっかの配信とかね、いやいやバンバン教わったことに MC としてさオープニングでその話しちゃいました、そう、ね、やってるのかね、あ、してた、はい、やってるかもしんないね、これじゃ、いやでもこれ完璧な当たりなんですよ、やったー、いやこれね、本当にね、
お世辞じゃなくてすごいのが展開をさ分かる回目だもんね、これ伝わる展開がすごい分かる回、うん、こっちもそうじゃないですか、展開がすごい分かりやすいよね、うん、これも読んじゃうからね、うん、完璧な回目じゃない、これ式が読む仕方もすごい上手いですよね、これ見てる人、まあ、こういうのは参考にしてもらったらいいんじゃない、ちなみにね41123でも300円十分ね、これ43倍と70倍ぐらいからね、145でも 15.8 倍、145で 14.1 倍ね、素晴らしい。でこれが 8.6 倍で2000円でしょ、124だけ1000円なんだけど、これでもね5000円入れて6500円返ってくる、これは非常にうまい、いやでもこれ素晴らしい、素晴らしい、じゃあとりあえず第1回の大成功でしょ、大成功で、うん、第1回目はもうクリアでした、やったクリアクリアだクリアクリアとか第2回合格かと思ったけど、うん、クリアの方だ、クリアだ合格、これそのもうね、今日も予想会とかやらしてもらうけど、ジュピーちゃんが一人でやってんのかね、ほらっつ、ここっこれです、ね、この数字何か分かりますか、まあ、言っていじるね、いじるね、いじるね、58%いじるね、確かに58%いじるね、言ってるかもしれない、言ってるね、可能性ある、もう船券対決とかしちゃったりね、いいね、そうね、そうね、もうね、でももっと奥が深いんで、まあ、第2回もぜひ開催してもらって、うんね、意外とでもどう今日ね、普段やらないで女子だったけど1回見てるのの後半だったからね、そうですね、こういうのはすごいいいと思うんですよ、うん、竹内さん1回走ったと思いました、確かに、またよろしくお願いします、はい、はい、お願いします、ぜひぜひ、今日はありがとうございました、どうもありがとうございました、チャンネル登録、はい、グッドボタンよろしくお願いします、また見てね。はい、ここでプレゼントキャンペーンのお知らせです。ボートレース浜名湖さんからたくさんのグッズをいただきました、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます、早速紹介していきたいと思います、はい、まずは選手のサイン入りぬいぐるみ、はい、浜名湖のマスコットキャラクターですね、スワンキーとローリーちゃん、ローリーちゃん、はい、選手はもうテロップで出しておきます、以上の選手です、大変豪華なメンバーとなっております、ね、人気選手多いですよね、人気選手ばっかりです、むしろサインが入って、あ、じゃあちょっとサインを見せてもらっていいですか、後ろ、こんな感じでサインが頭の後ろに入ってるんですね、続きまして先日行われた東海地区選手権の優秀メンバーのサイン入りクオカード、どーん、こっち後手から、徳増選手、はい、草原選手、はい、服部選手、はい、井口選手、赤岩選手、深谷選手、なるほど、の6名です。優勝したの誰か知ってますか？誰だった？赤岩選手の前付けとかもいろいろあったんですけど、徳松選手が優勝しました。おお。全部サイン入りになっております。たくさんあるんでどんどん行きましょう。続きまして、はい、そちら昨年行われた SG チャレンジカップのクオカード。でこのチャレンジカップ深谷選手が優勝したんですけど、その深谷選手のサインが入っております。記念ですね。その優勝したクオカードにサインが入ってるっていうね。で総数がいくつになりますかね。18名の方に当たるキャンペーンとなります。はい、そして応募方法になります。はい、応募はツイッターの方になります。一つ目が、はい、BTS 宮城のアカウントをフォロー。二つ目、このキャンペーン用の投稿をするので、その投稿をいいね、いいね。3つ目がその投稿を引用リツイート、うん、でその際にキーワードを入れてもらおうと思ってまして、はい、キーワードはどうしましょう。ボートレース浜名湖、ボートレース浜名湖、はい、ありがとうという気持ちも込めて、はい、じゃあボートレース浜名湖をつけて引用リツイート、うん、あとちょっと希望に添えるかは分かんないんですけど、あの希望グッズも書いていただけたら、なるべく希望に添えるようにはしたいと思うんですけど、まあ、ちょっと数も多いので、あの添えなかった場合はごめんなさい、ごめんなさい、はい、はい、ツイッターの方のキャンペーンが以上になります。はい、はい、続きまして、まだあります、まだ送ってもらいました、はい、いきます、はい、こちら、はい、またクオカード、はい、高谷選手の写真のクオカードですね、です、そちらも先ほど紹介した優勝記念クオカードですね、と、とその優勝したチャレンジカップのタオルですね、ボートレースナルトさんで行われました、このセット、セット
4個、4セット。その4セットがインスタグラムの方でのプレゼントになります。あります。はい、応募方法はインスタの方も投稿が上がるので、その投稿を読んで、それに従って応募していただけたらと思います。はい、はい、本当にたくさんのグッズ、熊野子さんありがとうございます。ありがとうございます。やった。はい、いっぱいあるんで当たる確率もかなり高いんじゃないかと思うので、ぜひ皆さん応募してください。はい、お願いします。はい、バイバーイ。